西林仕掛けてシュート、ここも高い位置で奪って、内田がスピードに乗る、ドリブルが得意だ、前が空いてるぞ、さあ内田シュート。自分たちがボールを持った中でゴールを目指すというのを、まあ、メインコンセプトとして、奪われてもすぐに取り返して、自分たちがボールをとにかく長く持つ、その中でゴール決めて、勝つというところの中で、まあ、今やってます。試合重ねるごとに最初の頃に比べたら、いい質でできていると思いますし、まあ、結果引き分けになってしまったり、まあ、勝ち点取りこぼしたりするところもあるんですけれども、まあ、そこまでネガティブではなくて、まあ、概ねいい状態で今まで来ていると思います。そして玉林、取り返しました。白井から川原まあ、今までの愛媛のイメージはやっぱり頑張れるチームっていうのが強かったと思うんですけど、今は本当にそれを強いっていうイメージに自分たちは変えようと思っているので、本当に周りから強いチームだなっていう言われるようなチーム作りっていうのを意識してやってます。今まで積み上げていた守備の部分は継続しながら、そこも成長していってますけど、やっぱり攻撃の部分でバリエーションを増やすだったりチャレンジしていく姿勢っていうのは、まあ、今までの愛媛になかったものだと思うので、そこは本当に成長を感じてますね。四国ダービー絶対勝ちます。